はよう。大丈夫？なんか元気ないね。いや実はさ、昨日課題に追われて夜更かししちゃって、そんで朝寝坊もしてバタバタしてきてさ、もうヘトヘトなんだよね。なんか大変だったね。あ、朝ごはんは食べた？いやいや、そんなん食べてる暇あったら寝てたいよ。元気がない理由、それだよ。え？朝食、元気に過ごすためにはとっても大切なんだよ。どういうこと？今から教えてあげる。おお。朝食の大切なところはたくさんあるけど、今回は特に大事な3つを説明するよ。よろしくお願いします。まずは体内時計って知ってる？聞いたことないな。体内にも時計があるってこと？それじゃあ体内時計について説明しよう。私たちの体には体内時計と呼ばれる機能があり、25時間の周期で睡眠や体温、血圧、ホルモンの分泌などのリズムを刻んでいるんだよ。1日は24時間なので、このズレを調整する必要があるんだけど、朝日を浴び朝食をとるとこの体内時計がリセットされ、1日の生活リズムが整うんだ。つまり朝食を食べると眠っていた脳や体が目覚めるんだね。なるほど、体も意外としっかりシステムが決まってるんだ。そうなんだよね。生活リズムが大きく乱れていると体にとってとってもストレスになるんだ。だからしっかり活動できなくなってしまったり、感情が不安定になることがあるんだよ。体がだるいなって感じることが多かったけど、こういうことだったのか。体内時計をしっかり機能させるためにも朝食を食べる習慣をつけよう。次に2つ目、学力と体力について説明するよ。学力と体力？朝ごはんを食べなくても勉強したり体を動かしたりはできるけど、何か関係あるの？そりゃたくさんあるよ。確かに食べなくても動きはするけど、エネルギー不足で能力が低下してしまっている状態なんだよ。僕にももっと可能性があるってこと？そうだよ。動いているけど勉強に身が入らない、体がだるい、集中力がないなどが挙げられるよ。感じたことない？あるかもしれない。朝食は一日の大切なエネルギー源だから、朝食をとって一日のエネルギーを蓄えよう。最後に睡眠の質について説明するよ。え？朝ごはんって寝て起きた後に食べるものだよね。睡眠は夜にとるものだけど、何か関係あるの？実はあるんだよね。良質な睡眠をとるための鍵としてメラトニンをしっかり分泌させることが大事なんだ。メラトニン？良質な睡眠をとるには睡眠を司るホルモンであるメラトニンをしっかりと分泌させることが必要だと言われているよ。メラトニンには暗くなると増え、明るくなると減るという性質があって、就寝前に暗い環境に身を置けば徐々に分泌が増え、就寝3時間後にピークを迎えて次第に減少していく。その後目が覚めて明るい環境にいる時には分泌量が抑えられている。そしてメラトニンを作るのにはタンパク質が必要なんだ。体内でメラトニンとして分泌されるのには朝起きて食事をしてから約14から16時間後、つまりぐっすり眠るためには朝食の時にしっかりタンパク質を摂ることが大切なんだ。知らなかった。